築200年廃墟になってしまった祖母の家、荒れ果てた庭にゴミだらけの家、この家の歴史を守るため3人の孫が立ち上がった。廃墟を古民家宿へ。今日は大雨ですが作業をしていきます。かなりの大雨。そうだろうぜ。そらロゼ、そらロゼ。今日はね、人も小屋の中だ。この雨じゃ、倒木はしてあげれませんか。そうだね、だから今日チモシ、夢中で食べてますね。でも前まではこういう時って割とロゼが空をいじめて、俺のなって続きしたりしとったけど、仲良く食べるようになってる。そうだね、何その、何その部分ロゼ欲張って犬みたいに、犬みたいに食べてた。ほら、犬みたいに食べる。え？なんかおかしくない？え、こんな前暴れたっけ？え？なんかすごい勢いでこう、犬がさ、犬はよくこうなんかこう、加えてるものが落ちないようにこうやって食べるじゃん。そんな感じで食ってたよね。うん。そう。こんなに突然ロゼの食い方が変わった。雨だから、チモシーを久々に食べたから。いやでも久しぶりってあれでもないはずだけどね。定期的に残ったチモシーあげてるから。チモシーの方が栄養はある、そうそうそう、栄養がある。生草より、だから量もそんなあげすぎちゃう。ヤギの、ヤギにとって適度な栄養は、取りすぎは逆に良くなる。監督が作った巻き小屋の中になんか鳴き声がすると首をして
ここら辺の枕木とかって外に出した方がいいですかね。あの木屋さん、はい、まあ、来てとか出すって言ってますけど、はい、まあ、邪魔だったら外に出してくれば。あ、はい、わかりました。あー、これは最悪じゃん。軍手がびちゃびちゃになっちゃった。下にそのあれわかんでいい？そのちっちゃい四角いやつ、枕木の下に枕木、向こうのほら置かれとるじゃん。枕木を雨の中運んでいる弟に命名、枕木雨道。おお、気をつけて、ほんと滑るじゃん。
一個落ちた。一個落ちた。